はい、ハヤブサショーってことでね、見ていきたいと思います。秘密結社映画無双水ハッチでございます。まあ、こちら新潟級で3歳の一生クラス直線競争ですね。直線の 1000m、 まあ新潟のね、新潟ロングストレート21ってやつです、まあ、やっていきたいと思います。まあね、今回こんな感じで、まあ外目の枠からね、そこそこやれそうな馬5頭、5頭ボックスなら大体当たる形式でね、やっていこうと思うんですけども、まずはですね、8番サンターナテソーロ、前走ね、このコースで勝ち上がりました。まあ、スパイツタウンサンクトでね、テソーロでスパイツタウンサンクといえばね、リエのテソーロとか、その辺でね、活躍馬をそこそこ出してた記憶がある。あれ、テソーロが良かったんじゃなくて、武井良厩舎の相馬眼が良かったんじゃないかって説と、まあ、スパイツタウンサンク、まあね、テソーロをちゃんとね、まあ、それでも相馬眼をね、受け継いでるという説とね、まあ、僕の中で2パターンあるんですけども、まあ、鞍上はね、若手の佐々木騎手ってことで、特別戦でどこまでやれるかですけども、まあ、なんだかんだでね、テソーロのオーナーもこういう若手騎手にね、ちょいちょいチャンスを上げてるのはいい傾向かなというふうに思ってね、まあ、入れておきたいと思います。まあ、そして10番のプレジャークルーズ、前売り6番人気、まあ、直線競馬でね、外目の枠っていうのも悪くないと思います。まあ、前走もね、5着に来ているように、まあ、このクラスで、まあ、通用するスピードも見せていますからね、期待はしておきたい台湾メジャー3区と、まあ、そして11番ダンシングニードル想定されて前売り3番人気、まあ、勝ち上がりがね、新潟の、まあ、戦にですか、まあ、エンドスイープ系というかですね、ファインニードル3区っていうとね、こういう、まあ、ちょっとね、ダートっぽい地の入った、まあ、短距離馬の父がですね、結構直線に向くんじゃないかなみたいな感じがね、あるんでね、まあ、この競馬場も向きそうですねということで入れておきたいと思います。まあ、そして13番トレンディースター前売り1番人気、まあ、前走2着の実績は、まあ、外枠を引いてね、狙いたいタイプというか、父ファインニードルっていうのはかっこいいか略みたいな感じでね、入れておきたいと思います。まあ、そして16番アシャカタカ、ね、前走ね、ちゃんと勝ち上がってですね、まあ、時計的にも評価が非常に高い馬で、またファインニードル3区なんですよ。ここはね、ワン、ツー、スリー決めてね、まあ、守護馬としての評価、おっとね、こういう話題になったぞみたいなところ結構大事なんでね、決めてほしいと思っています。まあ、そんなわけで、まあ、今回もね、こういった形で、メインチャンネル、フェガム TV の方では、ビクトリアマイル、あと、なんだったっけ、KO 杯、スプリングカップ、まあ、そんな感じでね、予想上がってますんで、メインチャンネル、そしてこちらの方はね、その他もろもろということで、まあ、それぞれチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。